このカゴに乗ってる気持ちってどんな気持ちなんですか、はい、いや、あのドナドナ感はありますね、やっぱこう売られに行く、そのなすすべもなしみたいな、なんか受け入れるしかないみたいな感じを、はい、はドナドナなんだろうな、これがって思いましたね。じゃあ間もなくですよ。え？間もなく着きますよ。なんだろう、全然わかんない、本当にここがどっかもわかんない。じゃあ一旦ちょっと見ます、こちらを。はい。じゃあこの棒で立ち上がってもらっていいですか。はい、え、この棒で立ち上がる、一旦、危ないので。ああ、なるほどなるほど。はい、はい、はい、で左足を外に、前に、前に。なるほど、出します。はい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 、はい、じゃあ、え、アイマスクお取りください。はい、して後ろを見てください。え、おはようございます。おはようございます、ボス。嘘やん、社長。嘘やん、何してんのよ。お待ちしておりました。朝早くから何してんのよ。はい、お疲れのね、ボスのために、はい、本日は素敵なブレックファーストをご用意いたしました。ありがとう、ありがとう。いや、改めましてですね、事務所の後輩となります、ファイちゃんと岩見ちゃんです。よろしくお願いします。声ってどこまで出してんだろう、これ。どこまで出してんだろう。ボス、どうぞお入りください。入っていいの、はい、朝何時からだった。朝5時半入りでございます。どうぞどうぞどうぞ。ごめんね、なんかね。はい、どうもお世話になります、岡本と申します。お邪魔します。どうぞお誕生日席にどうぞ。あ、オッケーオッケー。いや、すごいね、ここいい香りするもん、店内入った瞬間から、いいね、ここどこ。ここはあ、こう、ま、地理的にはここってもうすぐ港区です。もうすぐ港区だから、あの、はい、このおしゃれな街並みで、うん、あの赤ちゃん同然の格好で、うん、キャリーカートに押されてる成人男性をすごい犬がガン見してました。いや、そう、犬見てたのよ、さっきも俺のこと。すげえ、先ず、あれ俺が乗るやつみたいな感じで見てたのよ。はい、ここはですね、はい、あの世界の朝食が食べられるワールドブレイクファーストオールデイというお店でございます。はい、あのぜひボスも一緒に朝ごはんを召し上がりましょう。いや、ありがとうね、本当朝早くからね、本当に。ごめんね、ごめんね。でもね、ピンクに青ってこと、これなんか前入れてたターコイズブルーが落ちなくて。ターコイズブルーかっこいい。落ちて、なんかまた出てきちゃったんですよ。また出てきちゃった。そう、なんかで今金色とピンクと青だから信号機みたいな色になってて、確かに。それ似合えるのすごいよ。いや、もうちょっとそろそろね、またちょっと作画変えたいなと思ってる。作画変えたい、そうなんだ。作画変えたい。一番好きな自分の中での作画の髪の毛の色ってどうだったの。やっぱ金髪ですかね。そう、宣材写真撮り直したいんですけど、永遠にこれが落ちないから撮り直しちゃって。そうです。しかもさ、またその時変えそうだもんね、自分でもね。そうなんですよ。宣材が予告なく変えちゃいました。来た、来た、ありがとうございます。あ、おいしそう。あ、むっちゃいいじゃん。これは何ですか。これは、豆乳スープ。豆乳スープ好きだね。具沢山のおにぎりと、あと台湾版の卵焼きです。卵焼きなんだ。白身で作ってるってことですか。あ、普通に卵と、あとなんか皮ダンピンっていうなんか皮があるんです。すごいおしゃれ。すごい、ありがとうございます。すごい、お、続々と続々と出てきてる。どれがどれでしょう。じゃあこれ下げちゃいますね。いやー、ごめんね、ありがとうね。ボスはゆっくりしてください。ありがとうね。なんだって朝からですもんね。朝から。そう、あの朝5時に寝起きドッキリされてです、真壁さんに。そう、話をしてます。真壁さんとだったら初めてお会いした真壁さんと。だって楽屋になんかさ、真壁さんの楽屋って書いてあるじゃないですか。二度見しちゃいましたもん。そうだよ。え、その後真島さんだったね。やば、マスケンさんまで。あ、ありがとうございます。おしゃれ。いや、めっちゃうまそう。わー、これは説明していただいてもいいですか。かしこまりました。こちらパンコントマテといいまして、はい、カリッと焼き上げたパンの上にフレッシュトマトのサルサソースとハモンセラーノという生ハムを乗せております。こちらにはオリーブオイルかかってまして、はい、お好みでこちらガラス容器のサルサソースをおかけください。はい、中央にございますのがエスカリバーダといいまして、こちらのロメスコソースというアーモンドペーストの野菜ソースとご一緒にお召し上がりください、はい。でこちらバンデリージャといいまして、玉ねぎ、青唐辛子、黒オリーブの串刺しでございます、はい。最後にトルティージャというものでして、うんうん、中にジャガイモと玉ねぎ入ったオムレツです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
牛の角みたいな。ね、かわいい。あの多分疲れてらっしゃるから多分脳直で喋られてるんだと思う。脳直脳直って。普段の岡本さんもっと面白いですから。いや、やめて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 、面白くないで、面白くないで、面白くないで。早速いただきます。いただきます。わあ、すごい熟成されたハモンシュラーノが乗ってますね。すごいハモン。スペイン行ったことある？あるの？ある。あ、いいな。見てください、ちょっとぐちゃぐちゃ。イエーイ。ちょっとでも食べてるとこ恥ずかしいな。わかるわかる、私もちょっと恥ずかしくなっちゃう。いただきます。あ、先輩が食べてからじゃないですか。これからなの？そうそうそう、社長が、社長が食べてから。カリカリのベーコンとポテト最高。いただきます。イエーイ。うーうーわイエイ、アメリカって感じですね。これはね、いい感じですね。パンチあるね。アメリカ、アメリカって感じで、歯ごたえもあるよ。なんで、なんでそこ息が合ってんの？あの先ほど仕込まれました。あのフーだけ言ってみたいな。アメリカといえばこれじゃん。下型次第で。ヨミちゃんそんなタイプだと思わなかった。びっくりじゃったから。いや、やりますよ、この子は。やるんだ。この子やります。なんでもやります。やりますよ。なんでもないの。ヨミちゃんは他事務所からっていうと、杉田さんがとにかくユミちゃんの声のファンすぎて、あと声からファンになり、さらに性格的にもファンになってるから、だからもはやユミちゃんのファンなんじゃないかなって感じるでしょ、杉田さんから。もうよくしていただいて、本当にことあることに気にかけていただいて。優しい。そうなんですよ、感謝ですね。私からしたらもうね、ずっと見てた側だったので、なんかそもそも覚えていただけるとも思ってなかったというか。ああ、そうなんだ。気さくだよね、すごく。気さくでいらっしゃるから、ね、ありがたいですよね。個人的なイメージは、ヨメちゃんはあの清楚のイメージがやっぱ強くて、だから通常のプライベートが俺分かんなくて、逆に。いや、マジ東聞いてください。二人でやってたラジオ、世界一面白かったラジオ。アーカイブも確かに終わっちゃったね。そう、世界一面白かったラジオなんですけど、二人でやってたんですけど。何年やっててほしい、むしろ。そう、でも全然結構会話見えるの、それは。いや、もうすごい、私も実は一緒で、うん、そのずっと清楚なイメージやったんですよ。ある、今も。だから、そう、二人でラジオやりますってなった時に合うかなって思って、ね、思った私も。なんかその話し合うとか、そのなんだろう、そうだね、思うの普通はね、共通の話題なんだろうみたいな、探り探りで。だからそのラジオのタイトルもデコボコサタデーナイトみたいな感じで、マジドンブイエーっていう、そういう本当にトリッキーな名前だったんですけど、でもそんなデコボコの2人だからこそがっちりハマるところがあって、あの清楚なだけじゃないんですよ。もちろんお清楚でいらっしゃるんですけれども、清楚なイメージある。すごい突飛なことする、ね、あの出張版であの話してよ。何する？電子レンジの話。電子レンジもこすりにこすってる話なんですけど。私電子レンジの話が超好きで。え、大丈夫かな。聞きたいよねってお友達。はーい、はーい、みんな手挙げてる。やだ、もうハードルだけ上がってきただけね。なんかもう本当に単純なお話なんですけど、あの引っ越しをするタイミングで、ね、一応ね、かっこいい龍。いつぶりですか？あ、でも1月1日ぶりとかじゃないですかね、やっぱ1月2日とか。そういう機会じゃね。こういう機会じゃない。でもなかなか来ないですね。行きました、むしろ。僕は行きました、一回。やっぱ1月1日とかその三が日過ぎたらなかなか難しいものがないですか？なんか僕占い師に開運しに行った方がいいって言われて。開運？あの変な霊がついてると。あ、僕もよく言われたんですよ。なんか99体ついてるって言われたことがあって、なんでか分かんないですけど。見えます？僕の後ろに99体ついてるらしいんですけど、昔は言われてたんですよ、本当。でも今日ここお寺なんで、確かに全部払っ、難しいものですよね。その役を払うかどうかってやっぱ役者さんによりけりなんですよね。役払いってキャラクターもいっちゃうんじゃっていうのが結構タレントとかはよく言われたりしますね、はあ、じゃあせっかくなんで本堂の方に行きますか、まっすぐ。本堂行きますか。わかりました。じゃあ本堂の方にちょっと行こうと思います。いや、でもいいですね。誰もいないのがまたいいですね。なんか人がいないっていうのはやっぱ気持ちいいものが、いや、ありますね。空気が澄んでる、そんな気がしましたね。
これあれかな、おみくじでも引くのかな絶対今やってないよな、そんな時期じゃないもんな。え、なんか見ました。え え, えいやいやいや、とりあえず、はい、行きましょう。なんかなんかなんか見えた、なんかなんか見えただけ今さ。じゃあ俺今カメラとなんか見えた。ええ、そう、これカーパーン、これパーンかな、もしかして。何やられてるんですかね何やるんですかね。先ほど見た時にはなんか座ってらっしゃる方がいたんですよ。座ってらっしゃる方がいて、後ろにこうちょっと立ってらっしゃる方がいたんですよね。確認しに、確認しちゃった。あ、こっちこっちこっち、こっち、こっち、こっち。嘘でしょ、嘘だろ、嘘だろ。鳥、鳥かな、鳥の声かな。初めてやるこれ俺。のぶしこくん。おい、遅いじゃないか。小野勇気嘘